ょうどテンポが合うっていうのかな、うん、見てて痛快だよ。落合博満映画仕掛け人藤枝梅安を語る。古き良き時代をもう一回体験したっていうそんな感じ。どっちか言えば年配の人に見てもらいたい。欲してると思う時代劇を。今の時代にはねないものが描かれてるんで。映画仕掛け人藤枝梅安2月4月連続公開。見ないと語れないから。